こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカートの取り方ですね。カートがどうもあまり取れてないようだけど、まあ、値段をどれぐらい落とせばいいのか、まあ、そういう質問をいただきました。カートの取得の要件はですね、値段が全てではないです。まあ、値段ももちろん大きな要素の一つですけど、まあ、他の要素もいくつかあります。で、いろんな要素を考慮してですね、出品価格とか、あと作業内容を、まあ、いろいろサポートさせていただいてるんですけど、まあ、重要なのはですね、狙った値段でカートが取れて売れる商品、まあ、カートが取れるっていうかですね、売れた商品の補充、それが重要です。で、売れない商品、カート取れなくて売れない商品をですね、どうやってカートを取って売ろうかと、ここに力を入れると、大変な割には儲からないということになります。売れない方にね、注力するんではなくて、売れたのをどうやって補充するか、売れた金をどうやって補充するか、そちらの方に、力を入れてください。これ結構ね、質問なんか見ても割と多い、間違いというか、すごいね、時間をたくさん費やしてて、で、かける仕入れ資金はあまりないけど、時間はたっぷりあるという場合にはね、売れ残りの商品をどうやって早く換金するか、まあ、それも大切ですけど、まあ、そうではなく、普通に効率よく稼ぐと考えた場合には、あまりカートが取れないのをどうやって取ろうというのは考えない方がいいです。なぜなら、カートは取れるように指示してるんでですね、それでも取れないのを何とか取ろうとすると、かなり無理があるというか、大変なわけですね。まあ、この動画見てて、もし、カートがどういう仕組みで取れるか、まだ全く理解できないとか、あるいは、それをすごい詳しく知りたいという方はですね、また別な動画を用意しますんで、おっしゃってください。いずれにしても、値段を落としてカートを取ると。この手法はですね、やってみても、全然稼ぐのにあまり役立たないです。値段落として売ってもね、それで売っておしまいと。補充はできない。そういうことになります。そうすると、値段を落とさなきゃ売れたのに、そうすれば補充できたのにっていう商品を、みすみす見逃してしまうというか、わかんなく、自分でわかんなくしちゃうんでですね、少し値下げして、少し値下げしてというか、値下げして少し仕入れ資金を増やすよりも、値下げしないで売れるものを値下げして、儲かんない商品にしちゃうという方がね、デメリットが大きいです。値下げして早く売るよりは、高値で売れる商品を時間かけてでも探すと。この方が Amazon 輸出は稼ぎやすいです。これね、割と、几帳面な生活して、性格してる人がですね、ハマりやすい落とし穴なんで、ご注意ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。